はい、今からポップコーンを食べに行きます。どんな味があるんでしょう。わかんない。いちご味。いちご味食べたい。じゃあ食べに行くぞ。レッツゴー。クリームうまそうじゃん。あ、キャラメル。キャラメル普通にあるね。何がおすすめですか。一番人気でちゃんぽん。ちゃんぽん。少し味見。いちごミルクだって。おいしい。おいしい。これが一番いいね。あんな、こっから選ぶって、そこでポコポコするわけじゃない。あ、そう。あ、わかりました。じゃちょっと選ぼっか、もう一回。塩キャラメルもあるよ、かな。それ何。あ、それチョコレートじゃん。フルーツソーダ。フルーツソーダ。違うよ、ちゃんとチョコレート入ってるから。あ、キャンディーミックスもあるよ。あ、マンゴーミルクいいかも。パパ、マンゴーミルクにしよっかな。カムカム食べたい。じゃあ、交換しようぜ。うん。じゃあ、パパがマンゴーミルク。あ、そうや、かんちゃん、これ可愛いけど、こっちしたら。いちごミルク。いちごミルクとフルーツソーダ。秋のフルーツソーダ。パパはマンゴーミルクを買います。フルーツソーダを買います。秋はいちごミルクを買います。はい、じゃあ買いこう。はい、行ってここで行くから。うん、いちごミルク。はい、どうも。行くよ。噴水の前で食べない。いこいこ。じゃあ食べましょう。せーの、いただきます。あ、あきちゃんな。はい、フルーツソーダ。はい、あきちゃん開けて。はい、一番多く入ってるな。ねえ、よかったね。飛び出すかもしれんけんね、ゆっくり開けてよ。はい。うわー、おいしそう。ヨッパーの味だ。どうよ。おいしい。わー、はーい、いただきます。はい、どうぞ。おいしい。今日はね、ハウステンボス寒いけど、ちょっと日が当てると暖かいね。うん、ラジオ体操したら。ラジオ体操したら、めっちゃ暖かい、暖かくなるよね。あ、暑くなっちゃう。ストロベリー。ストロベリー、どう。オレンジと黄色がある。オレンジ。うい、あ、オレンジマンゴーだ。え、こっちにもマンゴー入ってんの、もしかして。うん、じゃあ、お気に入りのマンゴー。マンゴーいい。じゃあパパのと一緒じゃん、それ。マンゴーは口に合うけど、他は合わない。マンゴーがいいの。マンゴーはいい。マンゴーが美味しいの。やった。じゃあパパ、マンゴー当たりじゃん。マンゴーミルクでー。汗黄色。これバナナかな。バナナ。バナナ。バナナ美味しい。食べたいマンゴー。あ、マンゴーうまいじゃん。はい、マンゴーはこんな感じです。なんかすごい贅沢だ。まあ、もうポップコーンとね、マンゴーとミルクで美味しい、美味しくないわけがないね。え、こっち、この黄色はなんだ、バナナ。うん、あ、え、あ、本当だ、バナナだね。全然違う、やっぱバナナだ。 あっちはバナナだよ。こっちはマンゴー。寒いね。そう言ったら、あのライオンの人が噛むよ。おいしい。マンゴー当たり。これ正解だね。これを持って今日一日ブラブラ遊びましょうか。うん、ね、マンゴーミルク食べたい。マンゴーミルク、マンゴーミルク。じゃあ、あげるよ。でもこっちパパはね、ソーダ食べたい。やっちゃん、すごいね、いろんな味が楽しめるね。うん、こうするとうまい。うまい。今日はハッピーポップコーンを買いました。明日。ぜひ皆さんも試してみてはいかがでしょうか。それではまた。バイバイ。バイバイ。ほんまほんま。うわー、寒い。少し遊び行こう。そこではママに。